皆さんこんにちは。ベーシスト、音楽クリエイターをやっておりますベンでございます。本日の動画なんですけど、ちょっとよくある質問でですね、ジャズのセッションで譜面を見て演奏してもいいのか、それともダメなのかっていうことについて今回は話をしていきたいなと思っております。このチャンネルはベーシストの方々のために向けて様々な情報を配信していくチャンネルとなっております。今後の動画を作っていくモチベーション等にもなりますので、ぜひですね、チャンネル登録や高評価の方もよろしくお願いします。それでは早速今回の話に入っていきたいと思います。よくですね、生徒さんだったりとか、あとジャズセッションとかで、あんまり慣れてない方とかですよね、からこういった質問をよく受けることがあるんですけど、それがこちらです。ジャムセッションなどでベテランの方からこういうふうに言われます。譜面を見ながらやってたら上手くなりませんよと。で、譜面を見ずにできる曲で演奏をしましょうよと、そういうふうに言われることがあって、でセッション中って譜面とか見てもいいんですか、それともダメなんですか。こちらはですね、本当によく聞く質問で、今からですねこの内容について解説していきたいんですけど、でまずですね、この話題っていうのは結構いろんな人を経験があったりして、考え方もですね、人それぞれだと思うんですよ。サムネの方にもですね、一応正解を教えますっていう風に書いてあるんですけど、これはあくまで今回の動画の中では僕の思う正解という風な認識で見ていただければなと思います。もちろんですね、人それぞれ考え方あるので、僕の言ったことが全て正しいとは僕自身も思ってないですけど、僕はこれが正解なんじゃないかなという風な考えで話していきたいと思います。で、あくまで自分の考えで話していくんですけど、この動画を見ていただくことでですね、今までこういう悩みを持ってた方っていうのは、多少なりともスッキリするような内容になっていると思いますんで、ぜひですね、最後までご視聴いただければなと思っております。それでは行ってみたいと思います。まずこちらを見てください。で、皆さんはですね、譜面っていうのを見た方がいいのか、それとも見ない方がいいのか、まずどちらだと思いますか？ちょっとだけ考えてみてもらっていいですかね。はい、それではいきなりなんですけど、まず正解を出します。それではこの話の正解ですが、このようになっております。どちらも正解ですね。そもそもなんですけど、譜面って見て演奏するのも、見なくて演奏するのも、そこはもう個人の自由なんですよね。そして、譜面を見ないとちょっと不安だという人は譜面を見てやった方がいいですし、逆に譜面を見ない方が伸び伸び演奏できるとかですね、そういう人は見ないでやるっていうのも全く問題ないですよね。で、これはですね、こうしなければいけないとかって強制されるものではないんですよね、というふうに僕は思います。で、重要なのはですね、譜面じゃなくて、実際に出ている音のアンサンブルですね。譜面を見てたとしても、譜面を見てなかったとしても演奏されている各楽器のコードとかリズムとか噛み合っていれば、いいグルーヴが生まれていい演奏になっていくんですよ。ともう正解をちょっと言っちゃったんですけど、ここでちょっと終わってしまうと、ちょっと動画としてもちょっと物足りない内容になってしまいますので、この譜面を見るのか見ないのかっていう話ですよね。これがですね、いかにこんな議論しても意味がないなっていうのをこれから解説していきたいと思います。で、この後の解説を聞いていただくと、こういった悩みを持たれている方もある程度スッキリされるんじゃないかなと思いますので、是非最後までね、ちょっと見ていただけたらなと思います。ではまず最初に、皆さん例えばですね、この世の中に存在する全ての曲を頭で覚えるっていうのをちょっと想像してみてもらいたいんですけど、これできますかね？おそらくできないと思うんですよ、誰にも。どんな上手いプロミュージシャンでもですね、この世の中に存在している曲全て覚えるなんて無理ですよね。僕ちょっとさっき携帯のアプリでアイリアルっていうアプリがあるんですけど、そちらに入ってるジャズの曲ですね、何曲ぐらい入ってるのかなってちょっと見てみたんですけど、1300曲ぐらい入ってるんですよね。で、1300曲ジャズの曲だけであるのに、そのもちろんジャズの曲だけ1300曲全部頭に入れるっていうのも難しいですし、その他の曲もたくさんあるわけですよね。ポップスだったり、ロックだったり、他にも自分が好きで覚えたい曲とかあるはずなんで、その頭の容量がですね、絶対足りないんですよ。そして次なんですけど、我々はベーシストですよね。で、ベーシストはですね、ジャズのセッションに行くと曲を選ぶことっていうのがほぼできないんですよね。メロディーを取ったりする、サックスの人とかトランペットの人とか、トリオとかだとピアノとかギターの人とかが曲を選ぶと思います。で、ベーシストが曲を選ぶことっていうのはほぼできないです。ただ伴奏はしないといけないですよね。皆さんが選んだ曲を僕らは伴奏していくっていうことになります。もう分かっていただけたと思うんですけど、言いたいことが、
こういうことですよね。セッションでやる曲っていうのはもうその日その場で決まるんですよ。あらかじめ知っておくことっていうのはできない。もしそれが知っている曲の場合は覚えてメモリーしてて弾けるんですけど、知らない曲とか慣れてない曲をテーマを弾く人たちが選ぶと、こんなん譜面見ないと絶対弾けないですよね。で、僕らはですね、人間ですよね、機械じゃないんで、パソコンとか携帯とかと違って無数の曲をですね全て頭に詰め込むなんていうのはできないので、まあおとなしくですね、もう覚えてる曲は譜面見ずに弾けばいいし、で覚えてない曲は譜面を見て弾けばいいしという話です。あとですね、譜面を見てやることがすごい悪いことだっていうふうにおっしゃる方もなんかいたりするんですけど、別に譜面見ることって悪いことではないと思うんですよね。例えばですね、演奏メンバーが、カルテットだった場合、サックスとピアノとベースとドラムで、演奏してますという状況で、この時全員譜面を見ずに弾いているとします。そうするとですね、こういうことが起こったりするんですね。ジャズの曲はコード進行が一通りじゃないこともあるんで、各々がですね覚えてる進行が同じとは限らないんですよね。同じ曲をやってるんで全く違うコード進行になってるっていうことはないと思うんですけど、要所要所が変わってたりとかですね、なんかそういうことがですねあるんですよね結構。で、こんな状態で演奏が始まってしまうと、曲中にですね誰の進行に合わせようかなっていうお見合い状態が発生しちゃってですね、なかなかいいグルーブっていうのが生まれづらくなるんですよね。で、ここの今例で言うと、ピアノの人とサックスの人は進行が違うなっていうのに気づいて、誰のコードに合わせていこうかなっていう風に考えながらやってますよね。そうすると演奏に集中できないので、なかなかいいグルーブは生まれにくくなっていくと思います。そしてですね、演奏者のレベルによってはコード進行が他の人と違うなっていうことに気づかずに、そのまま他の人と違う進行でずっと演奏してしまうっていうこともありえるんですよね。ここの今例でいくと、ベースの人はもう自分のコード進行に集中してて、で他の人のコードが違うっていうのに気づいてないんですよ。なのでドラムの人もなんか曲の雰囲気が変だなというふうに感じちゃってる。これはもちろんドラムの人じゃなくて、聴いてるお客さんだったりとか待ってる演奏者の人にもこういうのは分かってしまいますよね。伝わってしまいます。こういう状態で演奏されると、あまりその場の雰囲気も良くないですし、いい演奏には到底ならないと思います。なので場合によってはこの打ち合わせの少ないジャムセッションでは譜面を見た方がですね演奏がスムーズに、少なくともコードとリズムはその譜面で全員の意思疎通ができるので、短い時間で情報を共有できるっていうメリットはありますね。で、こんなシーンなかなかないよって思われてる方もいるかもしれないんですけど、僕はですね結構見ますし、セッションに来てる人っていうのはレベルがまちまちなので、やっぱりこういった状況っていうのは結構少なくないんじゃないかなっていうふうに個人的には思います。ただですね、僕もだからといって全ての曲を全て譜面を見ながら演奏するのが全て正しいというふうにも思いません。僕自身もですね、ある程度ジャズのスタンダードの曲覚えて弾く曲はもちろんたくさんありますし、譜面を見なくて済むので曲中に他の人とこう目配せして合図を送り合ったりとかですね、であとセッションって参加者がいっぱいいたりすると、その譜面を用意したりするっていう時間の短縮にもなりますよね。ただですね、この曲を覚える、で譜面を見ずに演奏するっていうことに対して、メリットはあるんですが、ちょっと気をつけないといけない点があると個人的に思っていて、それがこちらになります。その曲を覚えること、譜面を見ないこと、それ自体が目的になっている人っていうのは良くないなというふうに考えています。でやっぱりジャムセッションの場所とかでそういう初心者の方にですね、譜面を見てると上手くなんないよっていうふうに言ってる方っていうのは結構ですね、その曲を覚えるとか、譜面を見ないっていうことがもうすでに目的になっているような方っていうのが多いように感じますね。で、曲を覚えるっていうことなんですけど、こちらはですね無理に受験勉強するみたいな感じでこう譜面を丸暗記するとかっていうふうに覚えるようなことをしなくても、自分の好きなアーティストの音源を聞いてそれをコピーして練習したりとかですね、セッションで何回も繰り返し演奏してたりすると自然とですね覚えていくんですよね。で、そして何度も何度もその音源を聞いたり演奏したりして、あと耳も体もそのコードやフレーズをだんだん理解していくっていう状態になってきます。それがですね自然な曲の覚え方だと僕は思っていますね。で、この譜面を見ずに曲を覚えて演奏するっていうことの、メリットっていうのは、大きなメリットが2つあると個人的には思っていて、でそれがですね、まず1つ目がこちらになります。
集中力をですね、この譜面を見るっていうことに奪われてないので、フレーズを弾くことに集中できるんですよね。なのでそのフレーズをですね、細かいところまでこだわって弾くっていうことができるんじゃないかなと、まあ、こういうようなメリットがまずありますよね。で、2つ目のメリットがこちらになります。何回もですね、まあ、音源を聞いたりして、で、あと何回も、まあ、自分の練習とかセッションで弾いて自然に覚えていってるので、曲を理解できてて、で、他の演奏者がですね、まあ、コード進行を変えるだとかですね、で、まあ、ソロのフレーズをちょっとコードに対してアウトしたりした場合にもですね、その何度も何度も弾いて自分の中で曲を理解できてるんで、そういう変化に即座に反応することができるっていうことが可能になってくるっていうのが、まあ、2つ目のメリットとして挙げられるんじゃないかなというふうに思います。そして先ほどですね、僕が言ったような自然な覚え方っていうのをしていない、受験勉強のようにコード進行だけ覚えているっていう方はですね、なかなかこういったメリットが活かせてないんですよね。まあ、ここで示している例なんですけど、まあ、ベースの人は自分で覚えたコード進行ですね、まあ、F で最初は F でとか次は D7 でとかいう風に考えながら弾いてて、で、他の演奏者がですね、いろいろなんか思いついて試してるんですけど、なかなかベースの人が聞いてくれたり反応してくれたりしないなという風に、まあ、なってますよね、例では。これ結局どういうことが起きてるかっていうことなんですけど、頭の中に、まあ、丸覚えした譜面があって、結局頭の中の譜面を読みながら演奏しているっていう状況になっているんですよね。譜面を読むだけってことですよね。ここで分かっていただけたとは思うんですけど、結局ですね、まあ最初の話に戻るんですけど、この譜面を見る見ないっていうのが重要なのではなくて、結局のところその曲、譜面を見てても譜面を見てなくても、その曲をですね、どれだけ理解していて、ちゃんと他の演奏者の周りの音を聞けて演奏できているかどうかということになるんですよね。はい、では今回のまとめです。ジャムセッションで譜面を見るのも見ないのも個人の自由です。そして重要なことは、その見る見ないではなくて、譜面を見てても見てなくてもいろいろなことを考えて演奏できているかということでした。この話はですね、本当もう難しいなと思います。人それぞれいろんな考え方あると思うんですけど、ただですね、僕はやっぱあんまり初心者の人にこういうことを言っちゃいけないと思うんですよね。譜面を見ちゃいけないよとか、だって初心者なんで譜面見ないと弾けないですよね、絶対。まずはそのいろいろ上達してきて、覚えて自分でコピーもできて、いろいろな練習もできてっていう風になってきてから初めて、じゃあ曲を覚えて演奏してみたらっていうアドバイスをするならいいんですけど、いきなりですね、そのセッションに来てまだ慣れてない人とか初心者の方に、譜面を見ちゃダメだよとか、上手くなんないよっていう風に、そのちゃんと教えるんじゃなくて、そこの情報だけを言うとかっていうのはあんまり良くないことなので、もしですね、初心者の方以外でも、もしベテランの方で、まあ、この動画を見られてるっていう方がもしいらっしゃったらですね、ぜひですね、そういうシーンを見かけた時にぜひですね、この僕の動画の内容を見てくださいと言っていただけたらなというふうに思います。僕自身はですね、やっぱ演奏する時に、まあ、よくやる曲だったりとか、スタンダードの曲で、あまり他の演奏者とそんなにコード進行のズレを感じそうにない曲とかですよね、は譜面を見ずに弾くっていうこともあるんですけど、やっぱりですね、そういう人によって解釈が異なるような進行の曲とか、あと慣れてない曲っていうのはやっぱり譜面を見て弾くようにしてます。で、やっぱりその理由としては、ベーシストって一番重要なポジションだと思うんですよ。コード進行の一番ベースの音を弾いてるので、で、そこがずれちゃうと、その上物とかですね、ピアノとかギターのコードとか、あとソロを取ってる人のソロのフレーズとかも台無しになっちゃうんですよね。僕らのベースラインがあって、そこに対してソロを吹いてるとかコードを弾いてるってことなんで、なのでなるべくですね、できることならもう演奏前に演奏者に聞くっていうこともしますし、それだけやっぱ他の演奏者と情報を共有しておくっていうのは非常に重要だと思って、そういう風にやってます。あとやっぱり根拠がないですよね。譜面見ずに演奏したら上手くなるっていう根拠が全くないですね。プロのライブを見に行ったりとかしても思うと思うんですけど、あと YouTube とかで海外の上手い人の演奏とかもね、最近では見れますけど、譜面見ながらやってる方も結構いらっしゃいますよね。だからといって別に全然下手な演奏してるわけじゃなくて、素晴らしい演奏たくさんありますんで、なんで譜面見てたら上手くなんないってちょっと根拠がよくわからないですね、僕には。このように私のチャンネルではベーシストの方々のためになるような様々な情報を今後も配信していきます。そしてあと別のチャンネルでやってる BGM を配信するチャンネルと、あと私のレッスンしてる教室のリンクを概要欄の方に貼っておきますので、こちらもぜひよろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。